こんにちは、速稼塾の久保です。昨年の夏だったかな、7月ぐらいだったと思うんですけども、 FX の Zoom ライブ対談をね、私FX のプロとしてもう有名な舞姫さんから受けました。その時にね、速稼塾の塾生さんはじめ多くの方を招待したわけなんですけども、そこで雑談まがいに出た携帯利権の話がまあ大きくなってですね、今本当にあの時に知れてよかったな、参加できてよかったなと思うわけなんですけども、今日ですね、他のインフルエンサーの方からもう鳴り物入りで、こんな案件があるよ、ついに発見したよみたいな感じで私のところに、まあ、メールが飛び込んできたんですよね。そのメールがなんと私がね、その半年前、もっと前か、昨年知ったその携帯利権の話だったんですよ。だからね、これだけね、情報のスピードって違うんですよね。もう今回からこの新しいインフルエンサーの方がね、どん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 あっちこっちで広めてくださるっていうのは、なんかまさに追い風でですね、もう先にポジションを取ってる私とかからすると本当チャンスでしかないんですよね。で、今私のグループも順調にもう1000人以上のグループになってですね、もう長いわけなんですけども、本当にすごいなと思いますけど、通常ね、そのこの代理店ビジネスって1000人のグループ作るのに、まあ2年とか3年は最低かかるんですよ、センスのいい人でも。それが私ね、2、3ヶ月でできちゃったんでね、本当に携帯電話が多くの方に浸透しているんだなと思うわけなんですよね。で、今回いただいたメールなんですけども、こういうことが書いてます。まあ、こんばんは、何々と。コロナが始まってちょうど1年、私がお話したこと覚えてますかっていうふうに始まって、これから通信の時代が来ますよってことを言われてるわけなんですよね。ちょっとね、文章をね、詳しく読むわけにはいかないんですけども、こういうふうに締められています。来年にはこの利権もう取れなくなりますと。これも去年の夏、私と一緒にライブ受けた方は聞いてますよね。で、しかもですね、総務省からの有資格者番号を今なら無料で届け出するだけで取れますが、私もこれ取ってます。来年には許認可制になり、だんだん、認可が取りにくくなり、3年後には一般人の手の届かないものになってきます。今のドコモとか au とかね、ああいったソフトバンクの利権みたいなもんですよね。もう私たちじゃ手も足も出ないですよね。お金を払ってももらえないですよね、これは。うん。で、こちらの届け出も一般に行政書士に頼むと6万円かかりますが、こちらで無料サポートしていますということで、私も無料でこれが取ることができたんですよ。通常自分のルートで行くとやっぱりね、うん、3、4万ぐらいかかるかなと思うんですよね。私みたいに顧問を抱えている人でもこれは別料金になってきますんで、いやー、すごいなと思いますよね。まあ、他にも来てる文章あるんですけども、最終的にはこのご案内をね、セミナーやってますんで Zoom の日程を確認してくださいみたいになってるんですけども、いやね、速稼塾の私の放送を続けて よかったなと思うのは、とにかくこういう情報がね、どこよりも誰よりも早く入ってくるってことなんですよね。そして世間が後で気づくんですよ。だから去年の夏に動いた人で、紹介をそこそこ出してる人、代理店ビジネスとして、ね、紹介を出すのが代理店ですから、自分が利用してお客さんになっていて終わってたらダメですよ。儲かんないですよ。やっぱビジネスをしていかないとね、こんな商品がありますよって紹介するのがビジネスですから、こんな人がいますよって言ってZoomにご案内するのも、これもビジネスですからね。うん、まあ最終的には自分を売り込むってこともビジネスですけどね、商品なりサービスなり会社なり人を紹介する、これがビジネスですから、自分が利用しててもダメですからね。だからこの携帯利権もね、自分が使ってるだけだったら安い高いだけの話になっちゃうんですよ。だから携帯の新しいね、M なんとかプランっていうのが出てきたら、なんとかハローみたいなの出てきたら、そっちがね、安いなと思っちゃったり、楽天モバイル1980円安いなと思っちゃうんですけども、安くてもね、いくら安くても払ってるうちはただ安い高いだけなんですよ。でもどちらかというと私たちはね、収入が高くなることを喜ばないといけないんですよね。となると代理店ビジネスをしていて代理店をしてないってことは儲かるわけないんですよ。うん、これは本当に冷たい現実ですけどね。だからこの利権を取りたいんだったら、やっぱりそれなりの行動するしかないってことだと思います。今回ね、こういうこと気づきましたんで、セールスでも何でもなくね、今の現状どうかなということでお話してみました。本当にね、前回も動画流れてきましたけども、ビットコインが4万とか12万の時に全力で買いましょうって言った時に買わなかった人、今どうなってますかってことなんですよ。400万とかね、今は350万ですか、このぐらいになって全力で買いましょうってのはもうさすがに私も言わないです。私が言ったのはせいぜい100万円にならなかった頃です。もう去年のことですけど覚えてます？今からの時期ですよ。世の中からクルーズ船とか行ってる時に、私はですね、ビットコイン100万円を超えたらもう買えないですと。私も買わないです。95万前後の時に今買っときましょうと。1個でいいんでとかね。しまいには5000円、1万円でいいんで買っときましょうって申し上げました。どうですかね、今、ビットコイン。結構な余剰資金になってるんじゃないですかね。ということでございます。
これからもね、携帯利権しっかりと使わせてもらいます。私もね、携帯利権契約した翌月からずっと収入入ってますよ、うん、これがだから携帯電話が安いのか高いかじゃなくて、ちゃんと利権を取っているか取ってないか、ビジネスをしているかどうかの差なんだと思います。以上ですかね。いってらっしゃい。